ます。大きなお声いただきましたけれども、はい、後ろの方でね、ちょっと控えめにされている皆さん、はいね、もう分かってきてんでしょ、今日、ね。ちゃんと大きな声ね、出さないとしっかりアピールしていかないとね、そうですね、後ろの方の皆さんも含めて、もう一回、入りますよ、はい、もう一回。皆さん、こんばんは。まあいいや、元気なのが一番でございますね。改めまして、あなたにグラッチェ、みんなでよくっちゃ、私たち応援してです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は、はい、オレンジェデビュー14周年記念ワンマンライブ夜公演に皆様お越しいただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、もうほら二次会のテンションとかになってるよね。まあでもいいんですよ、ライブは楽しい方がいいので。特に夜の部はですね、あのスタンディングという形になっておりますので、ぜひね、まあ、お互いね邪魔にならないようにですね、それなりにスペースがあると思いますので、まあ楽しく、過ごしていただければと思います、はい、ではここからですね、今日はですね、はい、本当に本当に夜の部はですね、はい、本当にオレンジェの歌しか歌えません。そう、ね、本当に、だから、ね、オレンジェの歌、なんか知らない曲出てきたらって言われても一切責任取れません、ね、そうですよ、でトークの内容もね、結構ね、だって花から言ってたもんね。そうだよ、そうですね、だからファーストアルバムとセカンドアルバム聴いて聴いてくださいって言ってた。そう、言ってましたからね。それで知らないって言われてもね、ちょっと責任は負えませんので、そう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 、ね、まあ、知らないなら知らないなりに 手でも打っといてくださいってねどういうことや。まあとてもですね、はい、歌のね、はい、はい、並びだったり、ね、うん、曲、歌う曲の並びだったり、またね、トークのテーマも非常にマニアックな、はい、そうコアなディープな話しかしない、はい、そうですね、まあ、そういう夜の公演となっております、はい、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。